月末甘栗。よ第5回月末甘栗です。はい、こんにちは。こんにちは。はい、毎月ねやってるラジオ風動画ですけど、はい、もう5回になったんだね。やったね、やったね。継続できてるね。継続は力なりだから素晴らしいことです。ありがとうございます。でもじゃあもう次にもう来月撮る時には半年経ったってことだよ。ひぃホラーだーホラーこりゃホラーだー。いやーそれはそれはもう頑張ったことになるよ。それはあー本当に半年もよく頑張る。半年以回しようね。もうねこれは1年ぐらい続けて、うん、これが楽しみってみんながなれるように。いいね、定着するといいね。ねえ、ぜひあの応援とねコメントと拡散の方をねお願いします。はい、はい、じゃあ今月は2月ですけども、2月でしたけども、はい、はい、2月何したよ。変わらない日々を送ってはいたもののあなるほどね。まあそうだね、強いて言うなら、うん、まあ、前回のラジオでも触れたように、ヨツハはあの待ちに待った牧場物語が販売されまして、つい先日、はい、おめでとうございます。なんだっけ、オリーブタウンと希望の大地、それ、はい、っていうね、そう完全新作が出まして、もう毎日6時間ぐらい配信してますね。すごすぎもう止まらない。すごすぎ、僕物が止まらない。おもろいんや。うん、楽しんでるね今回も。いいなぁ。うーん、本当にやってんだな。そうだよ、楽しいよ。嫁は、そう、嫁はね、まだあのやってないってさっき言ってたけど。そうなの、なんか、うん、やったらね、とんでもなく時間が溶けていくんじゃないかと思っていて、うんうん、なかなかできないんだよねいや、本当に時間泥棒だからね。だよね、まあなんかできたらいいんだけどねうんうん、やっちゃおうかな。いや、まあ、隙間時間にね。そうだね、そうだね、ほんと、そんな感じになりそう。いいと思う、息抜きにね。うんうんうん、楽しんでおりますけれども、どうですか、ヤミさんの方は。僕はね、あの2月はね、絵を描いてそれをちょっと動画にするみたいな、ミニアニメ動画。うんうん、アモンガースとかのやつね。そうそう、が楽しくて。あとイマジナリフレンドとかね。そうそう、どっちにもね、はいはい、ウチハも出てますけど。はい、出てます。いいね、あれ本当に見やすいし楽しいしいやいやいや、なんかこういいものがギュッと詰まってる。そう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 、ね、どんぐらいで1本作れるの？あの、ま、結構短いじゃんね時間的には。そうだねそうだね。でも、うん、あんまりそのカットがいらないやつ、なんか使い回しとかできるタイプのやつはね、うんうん、本当にね2時間もかかんないくらいでできるやつもある。絵描いてね編集してってね結構ね大変だよね。そうだね。でもほら、あのアモンガースとかもそうだけど、うんうん、描きやすくてさ。そうなんだ。イメージはもうじゃあ膨らむというか、そのイラスト自体の。あ、そうそう、だってもう、うんうん、まず体が丸っこいからさ可愛いよねそう、だからもう宇宙服がね、そう、それに顔描くだけだし、うんうん、みんなももうキャラクターが立ってるから分かりやすくていいね。いやあれ楽しみにしてるよ私結構いつも。いやもうね来月もポンポンポンって出していきたいなって楽しみだね。思ってるから楽しみにしとって、うん、いいですね。アモンガースやってるよね、ウツハも結構。あ、そうだね、うん、そうなんだよ。アモンガースはあのコラボに誘ってもらったりしてちょこちょこやっていますね。強いからな強いんよ。まあな。いやもうなんか名探偵なんよな。でもなんか意外とインポスターやってるの見たことなくて、うん、そうなんだよ、インポスターよね。配信上でやったことね1回しかないかな。え、マジで?1回はちゃんと覚えてるのがあって、うんうん、あとはね記憶に残ってないから、まあ、あんまり活躍できなかった回があるかもしれないんだけど、うんうんうん、そんな感じで全然ねインポスター弾けないんだよね。だよね、全然もうなんかいつも名探偵になってるいやなんかでもこう久しぶりにやる
時はね、うん、こうどうしても頭回んないでひたすらタスクを脳死でやってたりもするから毎回じゃないんだけどね。そっかそっか。いやでもすごいっすわ。尊敬します。楽しい。いやいやいや。ヤミさんも楽しそうにやってていいと思いますけどね。いやもうね、受け狙い。ネタ枠としてね、うん、やってるから。インポスターとさ、クルどっちが好きなの？なんかね、メンバーによるくってさ、うんうん、なんか結構やってますみたいな人が揃ってるとさ、うん、インポスタードキドキしちゃうんだけど。わかるわかる。ね、同じ苦しいよね、なんかね。いや、苦しいよ、もう。なんか、うん、いや、アドミン見ないでよってなるけど。わかるわかる。でも、なんか、同じぐらいのレベルの人だと、インポスターでこう、楽しいよね。楽しいな。うん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 。いや、見てても楽しいし、プレイしても楽しいから、アモースは長く流行ってほしいゲームだな。確かに確かに。うん。なんかね、配信自体は長く続きそうだなって思うけど。うん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 、いいね。また闇ともやりたいね。やろうねやろうね。うん、やろやろ。そうだね。なんか最近流行ったゲームって言ったらでもアモンガスなんだろうな。そうだね。あとなんかリトルナイトメアが流行ってるって。はいはいはい。そうだね。2が来ましたよ、風の噂で。そうそう、うん、私はまあ1も2も、ん、今もう2出てるの？あ、今みんなやってるの多分2。あ、2なんだ。うん、あんまり知らないんだけど、ホラーに入るのかな、一応。なんか謎解きホラーらしい。うんうんうん。なんか怖すぎないじゃないかな。なんか世界観は可愛いよね。そうだね、なんか、うん、出てくる不気味だけど、ね、そう、愛らしい感じで。あのキャラクター、ちっちゃい主人公みたいなやつ、うんうん、お着替えできるらしいよ。あ、すごい着せ替え要素あるんだ。そうそうそう。やる予定はないんですか？ないです。ないんだ。ないんだ。ないです。私もないです。そう、どうでもよかった。どうでもよかったって言ったらちょっと作品失礼なんだけど。そうだよ。うちらとはちょっと相性バツだね。そうそうそう、ちょっとね。まあいいかな。みんなやってるしね。いいかなって感じかな。そうだね。まあ流行ってるゲームそのくらいなんじゃないか。ね、Apex でも CR カップとかなんかお友達がね、うんうん、頑張って出てたりとか。大会ね、頑張ってる人もいるしね。そうでしょ、なんか。相変わらず。ねえ、なんか VTuber でこうちょっと大会みたいなのってなんか今となっては普通かもだけど、ちょっとなんか新鮮な気持ちになれる。うん、うんうん、嬉しいよね、なんかそういうのに注目してもらえるようになって。ねえ、なんかほら、ヨツハもそうだけど結構プロとか見てたじゃん、 PUBG とかさ、うんうん、Apex 見てた見てた。だから、あ、VTuber も大会なんやってこう嬉しいね。すごい。頑張ってみんな。活発になってくれるといいね。ねえ。はい。でも2月といえばね、バレンタイン。うん。そうだね。バレンタインだったね。そう。甘栗でね、動画出しましたよね。やったー。やったー。かわいい。いやね、宮田さんというね、イラストレーターさんに描いてもらって。いや、本当に見てほしい。まだ、まさか見てない人はいないと思う。このラジオ聞いて見てない人はいないと信じたいんだけどね。まあみんな多分ね、5000回ぐらいずつ聞いてると思うんだけど。うん。再生数と辻褄が合わないな。聞いてるはず。まあ、ね、そうね。うん、いや、聞いてほしいね、いっぱい。うん。今回はセリフも盛り込みまして。ね、なんかセリフね、高評価だったよ、みんな。本当、よかったよかった。そうそう。意外と新しい試みだったね。ね、あ、そうだよね。なんか、うん、ハロウィンに遠い昔に動画を出してるんだけど、2人で。うんうん、え、それとなんか他あったっけ？ 2 人？うん。私のチャンネルにはヤンミと2人では上がってなさそう。ないじゃん。まだ2回目だ、もしかして。嘘。いやーね、でもなんかこうなんとなくこう季節をさ意識してできてるから。うんうん、なんか確かに1回目はハロウィンだったしね。ね、なんかこうね、歌とか出すにしてもなんかするにしてもなんかちょっと季節を意識していきたいかなっていう。いいね、いいね。ね、そんな感じがしているよ。いいよ、すごく。いやー、かわいい動画に仕上がって。ねえ、みっこしもね、ロロさんっていうあのお友達にしてもらったんですけど。うんうん、いや、あ
安心安全安心のね、ほんと素敵に来ていただいて、いつもお世話になっている。ありがとうございます。あ、そう、それだとあの裏話になっちゃうけど、うん、あの最後のセリフがその僕と四つ葉でこうセリフがちょっと違うんだけど、うん、四つ葉に聞こえるみたいな、全部あね、同時にね、同じタイミングで、あの僕のチョコあげると、うん、四つ葉のチョコあげるみたいなセリフがあって、うんうん、そこがね、あの四つ葉に寄っちゃうっていう事件がね、そうそう、あったね。そう、それはロロさんで、ロロさんからなんか四つ葉ちゃん、四つ葉にしか聞こえなくないですかって聞いてて二人で聞いて、大丈夫だと思いますって、うん、いや、多分聞きすぎて分かんなくなっちゃったんだよね、ロロさんね、きっとね。そうそうそう、大丈夫だと思います。あるある、ね、そんなこともあった、ね、みんなはどっちに聞こえますかコメント欄で教えてね。グッズも、グッズはね、3月の中旬ぐらいにはお届けできるかなと思いますので、今うんうん頑張っておりますので、よろしくお願いします。やったー、楽しみね。え、なんかこっちで言うとウェブポンも四つ葉やってて、あ、そうそう、そうなんだよね。四つ葉がずっとデザインがいいよってウェブポンはいいぞウェブポンはいいぞって言ってる。ほんとセンスがね、なんかいや、この活動してて、うん、なんて言うんだろう、センスってさ、よく日常的にも使う言葉だしさ、うんうん、あの子センスいいよねとかさ、うんうんうん、言うけどさ、うん、なんかひしひしと感じたのは本当に VTuber 活動をやってきてだなと思った、うんうん、うん、なんか動画だったりもそうだし、うん、サムネイル一つもそうだし、うん、あの宣伝用の画像だったりもそうだし、うん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 、デザイナーってすごいんだなっていうのはね、偉大だよね。うん、なんか、いや、ほんと得意不得意あるしさ、うん、なんかよくイラストレーターさんとかがさ、うん、まあ、漫画家さんが漫画描きますで、うん、表紙描きます、うん、でその表紙に文字を入れるのはそのテキストとか得意なデザイナーさんに頼むみたいな、うんうんうん、違うんやなって。違うんだね。何が違うのって思ってたことが、こうやっぱりこう活動を通して見方が変わってくるのはあるあるだなと思って。確かに、そうね。ね、だって、うん、テレビとかもさ、あの編集気になっちゃうでしょ、ちょっとあのね、めちゃめちゃ気になるフォントとかね、あのカットインの仕方とかね、めちゃめちゃ気になっちゃうよね。病気だよね、病気。いや、ほんとこれはもう職業病の一つかなってうんね、あのテレビっ子なんだけど、この番組終わるなとか思うもん。その何が、何がどういうこと？編集がね、あのなんか編集が上手くないやつとかあるのよ、やっぱなんか深夜の番組とかだと特に、うんうん、あ、低予算で頑張ってるんやなみたいな、うんうん、終わるなきっと低予算感じ取っちゃうな、うん、面白くないし終わるなってなるほどな、なっちゃうんだよな。そんなことないですけどね。そんなことないですよ。終わらないですよ。まあ、生栗グッズはね、頑張って作ったし。ね、ヤンミがね、すごくいろいろできて、すごいと思うよ、君は。やったー、偉い、やった、本当に。なんかこう、もともとあるものももちろんあると思うんだけどさ、うんうんうん、やっぱ数こなしているものっていうのも絶対いっぱいあるじゃんね。うん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 、経験値っていうの？はい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 。そういうのは大事だなって思うね。確かにね、いやむずいよね。なんか色のさ、本とか結構売れたみたいでさ、うんうん、なんだっけな、2020年に売れたなんかデザイン系の本とかで、はいはい、なんかやっぱり色見本みたいな、その3色ぐらいをこのカラーバランスがいいみたいな、はいはい、あるよね、パッと見で目を引きやすい色合いとかね、そう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 、をもうテーマごとに作ってあって、うん、このカラーコード入れればできますよみたいな、ね、すごい、売れてたりとかしてて、なんかでもそれで多分 YouTube とかネットの活動してる人とかが結構買ってると思うんだよね。うんうんうん、結構 VTuber さんでも買ってるのとか聞くから、うん、そういう時代なんだなって、みんな学ぶんだな。すごいね。いや、何をするにもこう勉強は大事なんだなってね思った、ね、そう、ね、学校で習う教科以外にもね、その勉強に取り組んだ姿勢っていうのは生きていくんだなって。いいこと言うね。そうだよ、無駄じゃないんだからねって。
今もしね学生さんでねラジオ聞いてる人がいたら伝えたいね。確かに伝えたい、うんうん、この気持ち。そうよ。なんか勉強したいこととかあるの？あ、でも私はね、あの中国語勉強したいんよ。出たー。そう、うんうん、最近すごいね、原神っていうゲームあるじゃない、うんうんうん、あのゲームの、ファンアートじゃなくてなんていうの、曲なんだけど、おうおうおう、そのファンの人が作った曲があって、中国の人が作った曲なんだけど、うんうん、それをなんとしかも中国の本当の声優さんが歌ってるの、ファンの曲なんだけど。すごい。そう、ちょっとすごい好きになってる曲があって、あ、その曲をね歌いたいなと思って、こうノートにね中国語で歌詞を書き出して、うん、で、あと読みをね、うん、こうローマ字で書いてって、うんうんうん、で中国語ってほら四声っていうなんかこうメロディーみたいなのがあるんだよ言葉に、そう、それもねこうメモしてってってやってるのが楽しい。楽しいのいいね。楽しい、そう、久しぶりにノートとか取ったなーって。ね、しっかり、しっかりやってんじゃんって思った。そうなのよ。楽しい、楽しい。あ、でも中国語はなんか、やってて損ないだろうなって。うん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 。思うなー、確かに。言葉はね、日本語以外も喋れるといいなーっていうタイミング、絶対みんなもあるじゃん。英語喋れたらよかったなーとかさ。あるよねー。そう。だからそういうね、自分のやりたいタイミングが来たらね、まあ、遅すぎるってことはないと思うので、うん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 、みんなもチャレンジしてほしい。私も頑張りたいなと思っていることだね。わー、頑張れ、応援してる。ありがとう。読みはないの？勉強していることとか。してること、してること、したいことでもいいよ。でも、あの音楽作りたくって、はいはい、配信見てるんで知ってます、知ってます。そう、あの音楽作りたがってるの知ってますよ。そう、夏ぐらいからやりたいなって思ってるから、うんうん、まあ、ちょっと時間ある時に勉強したいかな。まだノータッチなの？いや、今タッチしたら多分それしかやらなくなるのを見えるから、うん、そうだよね、他何もできなくなっちゃうやつね。そう、だから今はちょっとねお休みして、うんうん、大事、夏かなコントロールしていかないとね。そう、そういうのね、絶対ね、今やったらもう多分消える、うん、いや、なんか活動との相性もいいし、いいね、音楽。そう、なんかもうこれっていう SE とか作れたりとかしたらいいだろうなって思って。いや、最強だよ、もう、ね、だってヤンミオ、そしたらもう絵も描けちゃうし、音楽も作れちゃうし、動画も作れちゃうし、もう何でも屋さんみたいな。ちょっとだけそうそう、お前何でも屋さんになったかみたいな。ミックスも覚えるわ、じゃあ。ダメ、一人で完結しようとするんだから、すぐ。まあ、でもね、こう、なんだろうな、こだわりが強かったりするとさ、やっぱりさ、うん、何でも自分でやりたくなっちゃうのかなって私は勝手に思ってるんだけど、そういうとこある、やっぱり。いや、そういうとこ、それだよ、もう本当に。そうだよね。なんか、絶対そうだと思ってる。ヤンミはそういうタイプだなって。いや、もうまさしく、もう、自分で全部できたら、それはいいのにって。うん、ねえ。なんか、めんどくさいこともさ、ごまかせちゃうっていうかさ、なんだろう。うん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 。例えばさ、こう歌を歌ってる時にさ、なんかここのラ行変だなって時にさ、はいはい、ラだけ送るのは変じゃん。ミックスする人にさ、でもさ、でも自分だったらね、自分だったらここカットしてこのラだけ言い直そうとか。楽しようとすな。ちゃんと歌える全部。でもそういうことなのよ。そういうのが、ね、まあまあ確かにね、できるのは自分でやることじゃんね、もう。うんうんうん。そういう話。いいんじゃないの？そういうことです。挑戦していこうね。うん、学んでいこう、成長していこうね、というわけで、はい、今月の月末甘栗でしたけど、はい、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。はい、なんかね、やっぱおしゃべりしてるとあっという間に時間過ぎるよね。いや、ほんとにね、ね、それはもう本当にねとしか言いようがないね。もういつもこれぐらい撮ろうって思いながら撮るんだけど、結構オーバーしたりするから、うん、ね、それはそう。まあなんか無限に、特に何分間喋れって言われたら喋れるもんな。なんか喋れるな。うん、喋れちゃうな。一人だと無理だけどね。うん、偉大ですね、他の人がの存在というのは。ですね。うん、そう、他の人のね存在といえば、なんか先月の僕らから
なんか、つなぎ方って雑じゃない？他の人の存在といえばっていうつなぎ方すごい無理があったよね、今。すごいいいこと、いいつなぎしたなって思ったけど、ダメだった。あ、ね。うん、なんかちょっと違和感を感じえなかったけれど、先月の僕たちという存在からね。うん、なんかメッセージ来てまして。うんうん、あ、なんかまあ無理しないでみたいなメッセージ届いてたよ、私も。無理しないで、なんかパスしろみたいな。あ、もういいかな、じゃあ。うん、ね、あ、でもそうだ、あのね、これはね、あの一個私読みてやりたいことがあって、え、あのキャッチフレーズをちゃんと考えたい。キャッチフレーズ？そう、アマグリとしてのキャッチフレーズもそうだし、うん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 、お互いのキャッチフレーズも、あの、私はちょっと考えたいなって思っていて。何それ？やっぱりほら、個人勢としてね、 VTuber として生き残っていくには、やはり自己紹介のインパクトというのは大事だと思うんですよ。あ、今インパクトが足りないの？そう、そんなね、バーチャル人型リスって言ってもね、え、はてなはてなってなんでし、好評だけどな。なんかもっとこう、なんか確かに可愛くてキラキラしたさ、よくある AKB の子のさ、なるほどね、なんか寝ても覚めても雪にワールドみたいな、そういうさ、なるほどな、うん、なんかだからこう、私は目論んでいる、なるほど、キャッチコピーを考える、ね、よつはいつもなんか順番バラバラだもんね、言ってる。そうなんだよ、マジで、あの、マジ自分の属性も忘れかねないから、私の場合ちょっと、ね、ちゃんと天使ってことを自覚していきたいなっていう気持ちもね、あるので。なるほど、そう、やっぱ自己アピールとして自己を見つめ直すことはね、大事だなって思ってる。なるほどね、キャッチフレーズね。うん、じゃあそれは考えましょう。それはいつの誰が考えるんですか？それはまあ、なんか配信でやりましょう。あ、配信でね、わかります、うん、やっぱうちらのことを一番客観的に見てくれてるのはリスナーのみんなだと思うから。確かにね、いや、なんか生まれ良さをね、そう、良さを引き出してもらってね。そうだね、なるほど、うん、ステップアップしていきたいと思ってたんだ。なるほど、じゃあやりましょう、うん、3月。はい、ぜひぜひ、みんな考えといて、今のうちに。みんなね、あの、頼むよ。お願いします。はい。はい、じゃあ、終わりますか。はい、今日はね、じゃあまあそんな感じで、軽くパスしといてね。はい、来月の僕らがきっと終わりのね、挨拶を考えてくれるでしょう。頑張れ。バイトー。バイトー、応援してるぞー。それじゃあ、バイバーイ。バイバイ。Thank you.